はい、カフェ&キッチン向井マスターのやりたいことをやっていこう。今回もよろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、1月の、結果発表となります。収支と回収率、的中率の1月分の発表となります。まあね、今年からね、一応こういうの出そうかなと思いまして、でまずまあ毎月ね、最後に月末か、まあね、月初一発目の動画にこういうのを作ろうかなと思ってまして、まあその1月の結果をまず発表していこうかなと思っております。まず1月はですね、まあ初っ端からちょっとね外してたので、まあ先行き不安だったんですけど、まあそこから怒涛のね、フェアリーステークスから4週連続的中とさせていただきまして、まあまあいい結果になるかなと思ったけど、まあいい結果になってます。本当にこんなことはね稀だなと思ってますけど、まああくまでこれはまあ動画内でのまあ収支になります。あの全体的な僕の馬券をやったら大変なことになるので、もう計算というか拾っていくのがもうめんどくさいんで、もう本当動画だけで出していきたいと思います。で、まあ1月の結果こんな感じになってます。はい、まず収支がですね、プラスの95,050円になっております。まあそうですね、1月30日のね、シルクロードステークスとネギシステークスがだいぶいい配当だったので、まあここまで持っていけたかなとは思っております。まあそれでいて、まあ回収率もね 199%、 ほぼ倍稼がせていただきまして、まあ的中率も、動画の中で発表したのが10レースで的中が5レースなので、的中率は 50% とさせていただきます。もうこれはね、でもね、僕ね競馬もうどんだけやってんだ、もうまあね、25、26年やってますけども、こんなにいい結果から始まるなんてないです。まあ今までがね、ほんと3連携ばっか買っていたので、まあ散々たる結果でずっと過ごしていたんですけども、まあ去年からね、去年のまあ中頃6月ぐらいからね、馬連ワイドをメインで買うようにしてからは、まあ的中率がねぐんと上がってきまして、まあ4週連続っていうのはね、秋の G1 マイルチャンピオンから阪神ジュベナイルまでも4週連続的中っていうことをしていたので、まあで4週連続まではやったことあります。ただ、今週が5週連続的中なるかっていうところになっているので、まあそこをね新記録達成を目指して頑張っていきたいと思います。まあ1月の結果がこういうふうに出ましたので、まあねこの結果を踏まえて2月も3月も4月も頑張っていきたいと思います。まあね、そうですね、まあ無理な穴狙いっていうのはあんましなくなったような気もするんですけども、まあここ一番で穴から買ってね、まあそれはあの東海ステークスのスワーブアラミスだったり、この前のシャインガーネットだったり、6番人気7番人気の馬を本命にして見事来ていただくっていうのはもう稀なような気もしますけどもね、まあこういう馬もね皆さんにおすすめ馬で挙げられればいいかなとは思っております。まあそんな感じでね、1月はいい思いをさせていただきましたので、まあ良かったなと、ありがたいなとは思っております。まあ、こんな感じでね、1月の結果が終わったので、まあ、ね、2月も頑張っていくってことで、もう何回も同じようなこと言ってますよね、すいません。まあそんな感じで動画の方は締めさせていただきたいと思います。はい、ということでカフェ&キッチン向井マスターのやりたいことをやっていこう、今回は、1月の馬券の結果、収支回収率的期日の発表させていただきました。
まあ、何回も言うようですけども、まあね、この結果を踏まえてまた来月からもね頑張っていこうかなと思っております。まあ、2月にはもうすでに G1 が始まりますからね、また頑張って気合を入れて、的中させていきたいと思います。で、まあ土曜日にね、僕のおすすめ馬5頭あげるようにしてますので、まあね、それが皆さんの馬券の参考になればいいなとは思っておりますので、よかったらチャンネル登録と高評価、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、それではね、最後までご視聴の方ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。